どうも、山に住んでます。今日は2018年の 2月の25日9時半ですね。今日はちょっと疲れましたね。久しぶりですね。今日1日6人患者さんが来てくれて、開業の初日以来かな。なかなか大変でした。まあ初日の日はね、結構知り合いの人とか結構いろいろね来てくださって、まあすごく忙しかったんですけど、まあそれ以来ですね、一日、まあ大体一日ね、1人2人、まあ、多くて3人4人ですかね。でまあゼロの日もあるんですよ。まあそんな日はこう畑やったりとかね、本読んだりとか、まあ、治療の勉強したりとか、まあ、そんな感じでちょっと過ごしてるんですけれども、今日はちょっと忙しかったですね。1日6人来て、まあなんとかね、今月末に支払い予定のね、国民健康保険ですね、払えますね。まあ喜ばしいことなんですけどね、まあ日曜だからかな、わって固まって、今日は11時からちょっとずっとバタバタしっぱなしでしたね。トイレに行く暇もないぐらい、1人やっぱり1時間前後でねやってるんで、なかなかこう一人一人に対してもほんと真剣勝負でね、こう自分の持ってるもん全部ぶつけるみたいな感じで やってるので、なかなか6人とはいえね、結構疲れました。まあすごいありがたいことですね、嬉しい悲鳴というか。ただまあなんかあんまちょっと喜べないなーっていうのがまあありましてですね、ちょっとごめんなさい。まあ今日ぎっくり腰ですね。なんかそういう方がね、まあ2人ぐらいいらっしゃって、今日なんかみんな腰でしたね、なんか 腰が辛い方全部でしたね、全員そんな感じでしたね。あ、1人ちょっと肩が異常に張るっていう感じですね。まあ大体腰なんですけど、なかなかできれば一発でね、その日のうちに良くしたいんですけどね それかまあ痛みを6割7割、まあうまくいけばまあ8割ぐらいね、その痛みが10あったらとしたら、まあ6、7ぐらいは取れてれば、まああとは安静にしてもらえばね、こう自然にね治っていくんですけれども。最初一発目やった人はですね、まあ治療直後は良かったんですけど、まあその後連れの方もね続けて治療したんで、ちょっと1時間ぐらいねこう待ち合いで待っててもらったんですよ。なんかテレビ面白いのかな。それでまあ椅子に座ってて、こうまあ携帯で話したりとか、まあもう一人の方とね話したりとか、こうすごいね体勢をね動かされてたんで、それでなんかだんだん辛くなってきたみたいでね、もう最初からちょっと横になっててもらえばよかったですね。なんかこう安静にしてるっていう感じじゃなかったのでね、早めにこうマット敷いてちょっと横になって安静にしてもらって、もなるべく動かない状態でまあちょっと会話するなり携帯触るなりしてもらうよう、ちょっとそういうふうに話せばよかったんですけどね。ちょっとバタバタしてて、まあ、次の人治療やりながらね、こうそのまあプランですね、こう体を触りながら、じゃあこれをやってあれをやって、でそれが良くなったら今度はこれをやろうっていう、そのいろいろ考えながらやってるんでね、なかなかちょっとねすぐ言えなかったんですね。ほんとそれ言えばね、また違った結果になったのかもしれません。
だからこう2人治療やってる間にね、どんどんその待合で待ってる人がなんかちょっとだんだん最初よかったのになんか痛がるみたいなね、こういう状況になってたんでね、ちょっと失敗したなーって。その腰の筋肉なんですけども、触った感じがね、まあ、腰って大体こう表面、中層、深部の筋肉ってまあ分かれてるんですけど、そうですね、こんな感じかですね。ちょっとごめんなさいね。まあなんつうんですかね、ちょっと下手くそな絵なんですけど、ここに肩甲骨があったら、まあ、こういう感じで筋肉ですね。で、まあ、ここに最長筋があって、でここからこうか。ちょっとすいません、なんか こんな分かりづらいかな。まあこっち側が、まあ背中からこうお尻にかけてなんですね。こうですね。まあ、こっちがね、右側がちょっと浅めだとしましょう。ここにまあ僧帽筋、一番表面上ですね、まあ皮の下脂肪があって、まあ僧帽筋があって、で、まあ、ここまあ三角筋とか まあ棘上棘下小円筋楕円筋っていう感じでついてて、まあ腰、まあ、僧帽筋がここまでビヨーンって伸びてるんですけれども、それをペロってめくるとさらに中間部にそのカゴ、下部のね、下顎挙筋とかね、なんかいろいろあるんですよ。で、その下にちょっと腰横横筋だったりとか、まあいろいろね、こう筋肉をちょっと切り開いていくと、下にこういう付着部っていうか、こういろんな方向にこう付着してる筋肉があるんですけど、どうもその筋の一部がですね、こう切れるまではいってないんですけど、ちょっと傷んでるみたいな、なんかこうそんな風な印象だったんですね。ちょっとね、若干少し熱持ってるみたいな感じで、なんでそれはやっぱりこうどうしてもね、ほぐして血流良くしたりとか、お灸してまあ温めて良くはなるんですけど、その切れた部分っていうか傷んだ部分はすぐ治らないのでね、どうしてもね、こうまあ痛みが8、9、10あった痛みがまあ8とか9とか取れたとしてもちょっと残るんですよ。でもそれは安静にしててもらえばこう良くなるっていうね、説明して安静してもらうんですけど、できればもうね、すぐ帰ってもらって 横になってもらってね、まあそれかちょっとその軽くまあ歩いたりとかしてねっていう感じにしてもらいたいんですね。できればそのまあ一番良くないのが椅子に座ったり、長時間座ってなんかこう右向いたり左向いたりとか こうなんか体勢をね、よくちょくちょく動かすっつうのがやっぱりまずいんですよね。その固まりっていうか、その周りの筋肉がその固まって、その傷んでるところをガードしてるような感じなんで、そこが周りがほぐれちゃうと、そのむき身みたいな状態なんですよね。鎧が取れてなんかむき身みたいな、その痛いところが。なんでね、やっぱり動き始めとか立ち上がりとか座り始め、立ち上がり始めですね、その時がやっぱり痛みがね、すごく出やすいんですよ。なんでまあそういうふうにね、最初にすぐね、マットでも出して横向きになってもらって、寝て待っててもらってりゃよかったなーって思いましたね。ちょっと気になるな。本当は一発でね、すぐ痛みとか取ってあげたいんですけどね。
まあ、指じゃね、どうしてもね、届かないぐらいの奥の方なんで、そういう場合はね、まあ、治療用のクリームだったりとかオイルとか使って、こう、グーってほぐすと、やっぱりこう、布一枚越しじゃなくて、直接肌に触るから、その筋肉の形だったりとかね、こう、ほぐれ加減とか、そういうの分かるんで、それを見ながらね、その、よし、良くなったなっていう、こう、ステップを踏んで、まあ、ちょっと、その骨の歪みだったりとかね、こう、まあ、歪んでるところってやっぱ戻りたがってるんでね、まあ、アジャストとか、まあ、持続圧ですね、モビリゼーションっていうんですかね、そういうのをやればだいぶ良くなるんですけど、まあ、仙腸関節って、まあ、あれですね、こういう感じですよ、なんかその、ここですね。こう仙骨がここにあって、まあ、そこのね、わずかなこうつなぎ目みたいな関節なんですけど、まあ、解剖学的にはね、そこガチガチに固定されて動かないっていう言われてはいるんですけど、実はね、ちょっと動くんですね、少し。で、そこの方をちょっと少し動くような感じで手技を加えてあげるとだいぶ良くなるんですけど。いかんせんね、その後がまずかったなぁとは思いますね。で、まあ、次の人をやってるってもやっぱりこう、いていてってね、なんかちょっと節々で痛がってるから、気になって集中できなかったんですよね。で、途中でその一旦止めて、で、横になってもらったりとか、で、それでまた向こう行ってね、ちょっと手技をやったりとか、こう、そこがほんと失敗したなぁ。まあ、その次来た方がね、ちょっと 予約取らずにいきなり来ちゃったんでね まあ、たまたま次の予約の間にね、入り込める形でね、いらっしゃったんで、ちょっとすぐ始めたんですけど、その方もぎっくりで、まあ、その方はうまくいったんですよね。まあ、やっぱり終わった後はちょっとね、少し、なんていうんですか、痛みが10あったら、まあ、8ぐらい残ってたんですけど、さっき電話あって、全然良くなったって。で、まあ、明日、奥さんですね。奥さん肩痛いからちょっとやってくださいって電話来たんでね。やっぱ治療うまくいくと、まあ誰か紹介してくれたりとか、まあそういう感じなんで、まあ今日来てくださった方も新しくね、その紹介してくださったんで、まあ前回はうまくいけばこう人を紹介してくれたりとか、また来てくれたりするんですけど、ちょっと今日のはね、やらかしたなーっていう感じですね。まあ、明日か明後日ちょっと電話してみて、調子どうですかって聞いてみようかなとも思ってます。まあちょっとね、あんまりしつこく聞いちゃうとね 嫌がられちゃうんでね、ちょっと。で、まあその腰の痛みなんですけど、本当はね、針ですね。そういう、これ。あ、映らないか。見るかな。なんかこれ、寸六、まあ一般的なこう、あ、寸三か。こういう感じなんです。もうこれ捨てるやつですよ。一回使い捨てなんでね。こういうやつですね。こう、ふにゃふにゃなんですけど、こういうので、まあ、刀身ですね。YNS だったら耳の後ろにね、その、あるんで、そこの治療点にね、うまくはまれば、劇的に痛みがね、軽減します。あとは、直接腰やるときは、まあ、僕はどっちかというと、まあ、こっちですかね。こっちの針、ちょっと見えないかな。若干長いの分かりますかね。この、もう長くて細、もうほんとふにゃふにゃなんですけど、まあこれも捨てるやつです。まあ、なんていうんですかね。これがまあ腰の筋肉だとしましょう。そしたら、こういう感じで、まあ、新感があるんで、これにこう、ぶって、入れて、まあ、もちろんね、軽く温めたりとか、少しほぐしたりしてね、いきなり硬くなってるところにいきなりプスッと刺すと痛いんで、こんな感じで、こうですね、ってやって、で、まあ、こうですね、こうやって入れていくんです。で、やっぱりこう、その触った感じで、このぐらいの深さの腰の筋肉のこの辺が傷んでるからっていう感じで、こう、針先で、ちょっとその
コリコリしてるところをなんかツン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 って続いてあげるんですよ。もうなんていうんですか、外科手術みたいな気分ですよね。まあ外科手術なんてやったことないんですけど まあでもこう体の外からこう針を操作して、でうまくそれがはまるとぎっくり腰もね、なんか劇的にもう動けんっていうか、こううつ伏せになったら起き上がれない人がそれで起き上がれたりとか、会いたくねえわっていうね、はまるとなるんですけど、今日の人は ごめんなさい。ごめんなさいね、なんか針がちょっとね怖いっちゅう感じの人だったんでね、じゃあまあ針は使わずに、まあ手技とお灸ですね、棒灸で治療したんですけど、まあそれでもね治療直後は良かったんですけど、その後がまずかったかなと思いますね。まあね、嫌がってるところにいきなり針刺すとね、やっぱりいい印象も与えないですし、なおかつそのね、針怖がってる人に針刺しますよって言うと、もうそれだけでね、その触ってる筋肉がめっちゃ硬くなるんですよね。なんか防御反応っつうんですかね、やめてくれみたいな 体は正直なんでね、まあ、こんな感じで刺したらこう指先でこう操作ですね。まあ何回も言いますけど、これ捨てるやつです。これはうちの、畑っていうか、まあそうですね、うちのその借りてる土地敷地内に生えた大々ですね ドレッシングにして、まあ食べるんですけど、でその後もちょっと患者さんがわー来て、まあちょっと忙しい一日だったんですけど、ちょっとそこがね心残りですね せっかくね、遠く、ここすごい町から離れてるんですよ、遠いですし、まあ、3000円っていうね、1回治療1時間前後で、まあ、よくするまでね、何でもやるんですけど、大体1時間前後でね、その、まあ、期待に応えてもらうようにやるんですよ。で、まあ、別にこう、悪く言ってるわけじゃないんですけど、やっぱり田舎なんでね、どうしてもこう収入が、少ないんですよね。で、その中でやっぱりこう治療費としてね出していただいてるんで、なんとかねやっぱり期待に応えたいんですよ。で、やっぱりこう結構限界まで我慢しちゃって、もうなんかこうほんとこう仕事に支障出る、動けねえぐらいになってこういらっしゃる方とかね、やっぱ多いんで、やっぱりそういう方をまあ良くしてあげればね、良くしてあげたいんですけどね まあ、なんとも言えない一日でしたね。こうたくさん来てくれて嬉しいんですけど、やっぱりそういうちょっとね、なんかこう治療として、やる側としてのね、こう、まあ、満足感っていうのかな、なんかまあそれもねちょっと思い上がりなのかもしれないんですけど、ね、こう自分のエゴかもしれない、まあ、やっぱりこうなんていうか、せっかくやるからにはこうその日行ける限界までね持っていきたかったんですけどね、治療後の待ってもらう、結構引きずってますね。まあ良くなってくれてるといいなですね。あとなんか今日その3番目に来てくれた人なんですけど、なんかこれいただいたんですよ。すごい立派ですね。名前わかんないんですけど、なんかこう切ってね、なんか食べると美味しいって、ちょっと明日食べてみます。すごい立派、なんやろこれ、名前なんかど忘れしちゃったな。でもありがたいですね、助かります。なんかやっぱその方もね、前来た時ねぎっくりだったんですけど、やっぱね結構2回やって2回ともすごい良くなったからまた来てくれたんですよ。なんでやっぱりこうね、せっかく勇気出してね、遠くわざわざ来てくれてね、ちょっと安くない自費なんでね、お金出してくれて、やっぱりこう良くなったらやっぱこう信頼してくれて、こう持ってきてくれたりとか紹介してくれたりとかするんでね、なるべくまあ来てくれた人の期待を裏切らないようにはしたいんですね
結構いろんな治療法にね手を出してはね、ちょっとあれもダメこれもダメみたいな感じでね、でも結局こう自分でその試してみて、あ使えるってなったことしかちょっと残っていかないんですよね。なんかこう先生によって、施術家、まあ、先生によってやることって全く違うですよね。なんか僕は、まあ、生態的なね、まあ、骨格の歪みだったりとかそういうのも見ますし、その筋肉の状態だったりとか、まあ、針も灸もねやってもう良くなるんだったら何でもやる中タイプなんですけど、でまあ他の先生と比べるとね、やっぱりね、じゃあそれが合ってんのか間違ってんのかっていうとよくわからんですね。なんかやっぱりこうその先生が長年やってきて、その経験から生まれた技術だったりとか、その治療哲学とか、やっぱり先生それぞれ違うんで、どれが合ってるどれが間違ってるとかはないとは思ないとは思います。んーですね、まあちょっとね話がそれちゃったかな。まあちょっと嬉しいんですけど、ちょっとそこがねもうちょっとうまくできたらよかったのになっていう話でした。今日はこんな感じですね。本当日記代わりにこう動画撮っちゃってるんですけど、でもまあ実際こういうね田舎で開業して人里離れた、もう水道も来てないような場所で開業してるんですけど、逆に結構ねこうまあ勤めてたらなかなかこういう経験ってできないですからね。うまくいけば全部自分に返ってきますし、で働いてるとやっぱりねフォローが入ったりとかね、やっぱみんなで助け合うっていう、そのいい側面もある反面、なんかこうここまでダイレクトにねいろいろ感じることってやっぱりね開業してからじゃないと分かんないことっていっぱいあるんですよ。まあ僕もそこまで大して経験積んでないんですけど、こういう語るぐらいはね、まあでもなるべくねちょっとまた頑張っていっていろいろやってみたいですね。はあ、じゃあちょっとこの後、まあ食器を洗って、ゆめさん夕飯作ってくれたんでね、食器を洗ってで風呂入って、で明日もちょっと9時ですね、今日来てくれた奥さんがまあ肩つらいっつうことで来てくれるらしいんでね、それに備えて早めに休もうかなって思ってます。じゃあ今日はこんな感じでいつも取り留めのない話でまとめてなくてね、すみません、要点だけ話すよってねよく言われるんですけど今日はこんな感じです。さよなら。